でもなんか同じ悩みをね。せーの、ポテの6匹兄弟お誕生日おめでとうございます。明日ね、明日、こんばんは、こんばんは。明日誕生日のポテンシャル2018と左2019です。はい、ちょっと早くなったんですけど、明日ポテの2歳の誕生日が来ます。わいわい。ポテの兄弟も誕生日ですね。ね、もう2歳だよ、信じられないね。で、今年はね、あのみんなで集まるのも、ゆっくりね集まることはできなくて、ちょっとね、まあなんとかたまたま集まることはできたんだけれども、で去年みたいにね、ゆっくりみんなでね集まれるね時間がまたあればいいなと思っています、うん。はい、最近思ったのは、ドッグランでね、うん、柴犬の飼い主さんが、うん、柴犬はちょっと敬遠されがちみたいな話があったじゃん、ドッグランで。あ、昨日会った人ね。そうそうそう、うん。でそれと同じように、うちのね、うん、ぽっちゃんや左も、うん、野犬だからさ、なんで人が怖いのっていうのがやっぱり伝わんなかったりすることがね、ドッグランであったりとか、お散歩中であったりだとか、なんでそんなびっくりしちゃうのとかね。そうそうそう、なんかね、こっちとしてはこうすごく慣れてくれてね、ちょっとずつ良くはなってるんだけど、人間社会に馴染めるようにはなってきたけど、それでもやっぱりそれが一般的ではないから、それなりのね大変なことがあったり、もちろんね柴犬を飼ってる人も苦労はあるんだけど、それぞれあるんだけど、でもなんか同じ悩みをね、うん、6匹兄弟には共有できてさ、そう、であなたはその中で皆さんと LINE したりとかしてね、楽しい悩みをね分かち合ったりしたっていうのができたっていうのは、なんかすごくいいことだったなと思って、うん、もうなんか親戚完全に。そうだね、うん、嬉しい。そんなことをしてたぽっちゃんとヒデルが、うん、あ、ぽっちゃんね、うん、ともう2歳でね、ね、落ち着きの年齢じゃん、メスで言うと。うん、なんかね、そうだね、オスは3歳、うん、メスは2歳、うん、諸説あるかもしれない、ね、うん、になるとなんかすごく人間と心が通じて楽しくなるよって話を、うん、いろんな人からね、うん、話してもらってね、いろんなことがわかるもんね、うんうん、日本語がね、そう、伝わるようになってきたというね、うん、なんかね、これからもっとね犬との生活を楽しめるようになるんじゃないのかなっていうようなことを思う2歳の節目というか、うん、2歳だよ、びっくりだよね、びっくり、永遠の子犬だと思ってた。うん、なんかやっぱ1歳になるまでがものすごく長かったような気がして、来てからの、うん、まあ9ヶ月ぐらいかな、うん、行きなさい、アゴ痛い、じゃあここに、あ、そう、アゴ、アゴ、そうだね、すごく長かったなって感じがします。うん、ちょっと左に寄ってみよう。左の1歳は早かった。左はなんか早かったね、うん、左ってすぐ成長したのかな、うん、そうだろうね、誕生日がね早いっていうのもあるけど、そうだね、うん、なんかついてる目も、そう、最初は長かったなと思って、うん、いろんなことがあったからかもしれないけどね、そうだね、犬のいる生活が初めてだからね、うん、長かった気がして、でも1歳からすごく早くて、あっという間にぽっちゃんが2歳になってね、なんかドッグライン行ってもさ、こうぽっちゃんが年上みたいな機会が増えてさ、そう、もう完全そうだったよね、昨日威張ってたけどね、昨日はめちゃくちゃ威張ってた、なんかすごいやっぱ子犬だからいろいろ知らなくてガッて来てるのもあるよね、うん、でそれでね、ご指導なすってた、そうね、ぽっちゃんがそんなことになるなんてね、うん、こう今まであんまりこう年下で赤ちゃんでみたいなことを言うイメージだったけども、うん、立派なねふさふさ系になってもんね、うん、なんかいろんなことをね感じる機会です、うん、というわけでね、うん、またね、多くにもね、またね、うん、雪が降る前でも会えたら嬉しいよね。会いたい。行かないで。見た？昨日の多くの動画。まだ見てない。あ、そう。うん、すごいよ、ぽっちゃんのことをさ、うん、YouTube で見てさ、喜んでくれてっていうのがあったので、うん、なんかそういうのも見て、うん、あ、メッセージ送りたいなと思って、うん、ちょっと、また、みんなで遊べたらいいなと思ってね。ね、バン君もいるしね、楽しいよね、そうそうそう、バン君盛り上げ役だから、そうだよ、バン君もすごかったよ、 YouTube の、見てるとき、見たいわ。というわけです。あ、お知らせ、明日パーティーがございます。はい、ポテンシャル2018の、2周年、生誕2周年、はい、
誕生日パーティーを、うん、21時からこのチャンネルで生放送で行います、はい。まあ、何をやるかというと、うん、まあ、ご飯を食べたりだとか、そうだね、みんなでおめでとうっていうのを言ってもらったりだとかして、ふさふさを、ね、お祝いしていただけたら嬉しいです。ふさふさを触ってお祝いしましょうっていう感じです、うんうん、というわけで左リラックスしてるね。顎乗ってんの、すでに、うん、そんなことできるの。今日はね、ぽっちゃんの誕生日の機会にね、うん、なんかいろいろ思ったことがあって、うん、ポテの兄弟の皆さんへのメッセージということでした。はい、また遊びたいよね。遊びたい。うん。というわけで、あ、もしかしたらおまけでこの後ポテのちっちゃい頃の動画の未公開の動画が最近見つけたので、うん、そんなのをおまけにしながら今日は終了しようと思います。はい。はい、というわけで以上。お誕生日ちゃんのポテンシャル2018と先々月お誕生日ちゃんだった左2019でした。はい、ありがとうございました。さよなら。どう？ここでいい？ご飯も。ね。大丈夫？なんかハワハワしてるよね。うん、してる。役でも見てみる。こちらね。出すね、一回。はい、よっ、よいしょ。サザエさんのエンディングのやつ。